はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀岡です。はい、今日も早速練習見ていきましょう。今日は全日本シニア大会に向けての会場練習1日目でした、ね、その通しですね。まあ緊張感を持ちながら投資ができたので、そのあたり良かったかなと思います。ただそのバタンと言われる取っ手以外の部分ですね、今触ってるところですね、ここが少し柔らかいので、まあ、ちょっと感覚がいつもと違うかなと思います。まあそこだけじゃないと思うんですけどね、景色も違うし、だからまあその辺に対応できればいいんじゃないかなと思います。明日明後日会場練習やって試合になるので、まあ3日間あればね、まあ、この辺のことは全然修正できると思うので関係ないかなと思います。まあ、緊張感持ちながらやるということがねすごく大事で、おっとそうなんか、まあでもここはあれですね、感覚が違かった分結構体力持っていかれてギリギリになってますけども、弱えな、もっと強くありたいな。実はこの全日本シニア大会僕ね5年か6年ぐらい連続で失敗してるんですよ。まあその代表選考を決める4、5、6月の試合を終えて、まあ大体9月か10月ぐらいにいつも全日本シニア大会が行われるんですけれども、そのなんかね気抜けてるんですよね、代表選考が終わった後の、なんか調整すごく難しくて、まあ多分ただ安気に流れていてこう妥協してるだけだと思うんですけど、自分がしてるだけだと思うというか、もうしてるんですね多分ね、結果的に事実的にも。だからまあ今年はねその雪辱をね果たしたい、雪辱っていうかもう自分でただ自爆してるだけなんですけどねだからまあねここ頑張りたいですね、本当に今年こそは成功させたいなというね、気持ちも込めてやってます。また、2月のワールドカップメルボルン大会以降7ヶ月ぶりの大会になりますので、ここはねしっかりね成功させたいなと思いますね。見ていただいている方々にねいい演技見せれたらなと思います。あとまあ大会行われるのは当たり前じゃないので、まあ、感謝の気持ちを忘れずに、頑張っていきたいと思います。